video diary September the 22nd 2021 by Hiroshi Hayashi Hamemet City Japan ビデオ日誌2021年9月22日林博士です。こんにちは。キリストつまり救世主はですね、聖書でいうところのカインです。繰り返します。キリストつまり救世主はですね、聖書でいうところのカインです。その根拠の一つがですね、ミケランジェロ・ブラノティが描いたと言われているカッシナの戦いの絵ということになります。カッシナの戦いの絵の中にはですね、775027という数字が隠し込まれていました。一文字の形で隠し込まれていました。775027です。その775027をですね、ユダヤのゲマトリア、簡単に言えば暗号ということになりますが、ゲマトリアを使って解読すると、キリストは聖書でいうところのカインとなります。一つ前提として私たちは記憶に入れておかねばならないことはですね、ミケランジェロ自身は自分では彫刻も彫っていませんし、絵も描いていません。つまり神の操り人形であったわけです。そのことは何度も繰り返し説明していきましたが、カッシナの戦いについてもそうだということです。というのはですね、あのカッシナの戦いの絵の中に775027という数字が書き込まれていたことを発見したのは2012年以後の私林博士です。この500年間その数字に気がついた人はいません。当然ミケランジェロ自身も知らなかったということになります。というのもですね、キリストが聖書でいうところの簡易などという考え方はルネサンスの時代には全くありえない考え方であったからです。つまりキリストというのは、当時の常識ではですね、イエス・キリストですよね。大工のせがれのイエス、マダー・メアリーの処女解体によって生まれたイエス・キリストということになっていましたから、今から500年前のルネサンスの時代にですね、カインが聖書でいうところのキリスト、逆でもいいわけですけども、キリストは聖書でいうところのカインなどという考え方はですね、そもそもあのルネサンスの時代にはありえなかったということになるわけです。つまりミケランジェロ自身もそうした事実を知る由もなかったということですね。なおかつ775027という数字そのものに気がついた人はこの500年間誰もいなかったということです。しかしカッシナの絵の戦いの中には775027という数字が隠し込んであったわけです。じゃあ誰が隠し込んだかってことになるわけですね。それについて言ってみますか。ミケランジェロがただの操り人形であり、ただ、要するにですね、神と人間の間を行き来しながら、神が作ったり描いたり、あるいは指導した絵画や彫刻をですね、自分の作品として、人間に与えていた、あるいは広めて、人間の世界で広めていたということになるわけです。つまり、ミケランジェロ自身は何もしなかったイコール、そのカッシナの戦いの中に書き込まれていた775027という数字、そしてその意味はですね、神がですよ、ミケランジェロを通して直接人間に与えたメッセージということになるわけです。言い換えるとですね、775027という数字、つまりキリストは聖書でいうところのカインというその言葉はですね、つまりは神自身が人間に与えた神自身の定義ということになるわけです。カインがなんとキリストだった、あるキリストは聖書でいうところのカインだったなどという考え方はですね、現在の今も受け入れられない
考え方かもしれません。というのもですね、カインというのはですね、嫉妬に駆られて弟のアベルを殺した、殺した、まあ一応神ということになるからです。つまり弟を殺したカインがどうしてキリストなのかということですよね。そこにまあ現代風あるいは直感的あるいは表層的なね理解によればですね、ありえないということになるわけです。たまたま今ねカインはキリストであるというその文言が出てきますけども、ミケランジェロがですね右下のカシノの戦いの絵を描いたわけですということになってますよね。これは神殿戦闘宮殿の下絵として描かれたものですけども、まあ、絵ですけども、要するにこの中に775027という数字が隠し込まれていました。まあ、この数字を発見した時のことをよく覚えてるんですけどもね、私何かの仕事をしていて、そしてこの絵を見ました。でそろそろ寝ようかということで、まあ、絵を見たわけですけども、奇妙な絵だなという印象はその時持ったわけです。まあ、仕事を終わってパソコンをねシャットダウンするその直前にこの絵を見たわけです。どこか気になるということで、私はですねこの絵をプリントアウトしました。その当時私の書斎はですね木造の2階の部屋にありましたので、その紙をそのプリントアウトした紙を、まあ、シャットダウンしてね紙を持って、そして、下に今台所がありますけれども、そこへ降りていって、まあ、見ていたわけです。その時ワイフがやってきましたので、私はワイフにこう言ったのを覚えています。なあこれ奇妙な絵だよねって言いましたら、ワイフがそうねと言ったわけです。何かおかしいぞ、何かあるぞというようなことを言ったと思いますが、しかし時間にすれば5分が10分だったと思うんですよね。でそれをそのまま机のテーブルの上に置いて、そしてその夜は休みました。そして翌朝のことなんですけどもね、寝室は別棟の1階にありましたので、そちらで寝て、そして起きて朝ねまたその母屋って言いますかねの台所をやってきて、その紙を見たわけです。その見た瞬間にスッとね775027、特に、両端の7は省いてね7502という数字が読み取れたわけです。なんだ一文字じゃないかっていうふうに思ってですね、ワイフにここに7502って書いてあるよってことを言ったわけです。でその後ねしばらくしてから両端にも77があることを知りました。で775027という数字を知ったわけですけれども、その意味するところが理解できなかったんですよね。つまり暗号が解けなかったということです。それでそれからまあ約2ヶ月ですよね、ああでもないこうでもないこうでもないああでもないということを考えていたわけです。でちょうど2ヶ月ぐらいですよね、ベルギー在住のスティーブン・セジャーズさんという方からですね CD が送られてきました。音楽スタジオを経営なさっておられてですね、同時にご自身でも音楽を作曲し販売なさっておられました。でベルギーとフランスとロンドンにね、まあ、パリとねロンドンに、ブリュッセルとねパリとロンドンに音楽事務所を持っておられました。で行ったり来たりしながら音楽活動をなさっておられたんですけども、そのスティーブン・セジャーズさんがですね私に CD を送ってくださったわけです。ヒロシのその動画の中で BGM で使ってもいいよってことだったんですね。で私はその曲を使っている時にですね、そのスティーブン・セジャーズさんが作曲なさった曲の中に2255という数字がありました。2255 2255というそのまあ文言が入る音楽なんですね。で私はそれ気になりましたので、なんだと思いまして、すかさずセジャーズさんですね、スティーブン・セジャーズさんにメールを出しました。2255って何ですかって聞きましたら、スティーブン・セジャーズさんがですねすかさずって言いますか返事をくださいましてね、2255っていうのはイングリッシュ・ギャマトリアによればですね Love 愛を意味するんだよってことを教えてくださったわけです。そこで謎が解けたわけですね。ギャマトリアという言葉を知りました。ジメトリアですよね。で775027をユダヤのシンプルギャマトリア、まあ別にシンプルだから簡単って意味じゃなくてね、普通に使うという意味でのゲマトリアをですね、
日常的に使う意味という意味でシンプルゲマトリアというわけですけども、775027をですね、そのゲマトリアで解読したら Christ Biblical King という文言が浮かび上がってきたわけです。キリストは聖書でいうところのカインとなるわけですね。その時にこの暗号が解けたということになります。同時にこの暗号はですね、つまりは神の定義ということになるわけです。キリストは聖書でいうところのカインであるという意味なんですね。がしかし、最初に引っかかったのはどうしてカインなのかということなんですよね。先ほど言いましたように、カインは嫉妬に駆られて、そして弟のアベルを殺しています。まあ、アベルはですね、羊の肉を神に捧げるわけですね。で、神はそのアベルの捧げ物の方に関心を持ってですね、カインの捧げ物の方には関心を持たなかったということで、カインはですね、アベルを野原へ連れて行って殺害してしまうわけです。まあ、そういう神なんですね。わかりやすく言えば。ただ、アベルの息子、ごめんなさい、アダムとイブの息子がカイン、そしてアベルになってますけども、ことはそんなに簡単ではないように思いますね。一般世間って言いますかね、世界ではそのように理解されていますけども、アダムとイブの息子イコールカインというふうに考えて、つまりはアダムとイブがですね、つまりはその人間に創造主によってですね、作られた、そのハイブリッド種な、言い方いろいろできると思いますけども、というふうに理解されてますけども、旧約聖書の方をもう少し丁寧に読むと、もう少し神々の世界は複雑であったようですね。それについては何人かの研究者の方からですね、外国から直接、そうした論文をですね、送ってくださいましてね、広志の解釈はちょっと違うんだよ、実はこうなんだよというような意見が何人か届きましたね。その一部は私の動画の方でも紹介させていただきましたけども、要するに一般の通説的な、聖書の解釈によればですね、アダムとイブの息子がカインということになってますけども、ひょっとしたらカインはですね、もっと上位の神であった可能性が高いということです。わかりやすければね。つまり、そのアダム・イブという、人造人間のその他子供という考え方ではなくてですね、どうもその、もともとのね、その原文からの翻訳においてですね、翻訳する上においてですね、ミスがあったんじゃないかというふうに、考えている人が多いということです。それはさておきですね、これからもそういったその議論が続くだろうと思いますけども、要するにカインというのはもう少し上位の神であったということですよね。その上位という意味はですね、もっといわゆる、上の神ということですよね。その解釈の仕方もいろいろあるみたいですけどもね。ともかくもカインはですね、弟を殺したというところでは一致していると言いますか、その部分については、その通り、そのように、解釈されているわけですね。それは間違っていないと思います。またそれが間違いであるということを、よくやり入れるような、その解釈というのは今のところありません。ともかくも弟を殺した、アベルを殺した兄ということになるわけですよね。そうしますと、頭の中でですね、火花がバチバチと飛ぶわけです。弟を殺したカインが救世主だってってことになるわけですよね。一般的に私たちはイエス・キリストって言われてるその神がですね、マザー・メアリーから、処女会談によって生まれたイエス・キリストが、神、救世主ということになって、神の子、救世主ということになってますからね。この事実そのものがですね、つまりはキリスト教史そのもの、あるいはマリア教史そのものをですね、ひっくり返してしまうわけですよね。つまり、マザー・メアリーから処女会談で生まれた、じゃあイエスはどこ行ったんだってことになってしまいますからね。それ以前から救世主はいたんだってことになってくるわけです。ともかくもですね、そのごちゃごちゃした話はまた別のところでしますけども、要するに、ここで重要なことはですね、それがこのビデオダイアリーの基本的な考え方へとつながっていくわけですけども、ここで問題が出てくるわけですよね。つまり、このカシナの戦いの中にはですね、救世主は
聖書でいうところのカインであると書いてあるわけです。そうしましたらね、このカシノの戦いの絵、まあ、それは神の定義ということになるわけですけども、じゃあこのカシノの戦いの絵は誰が書いたかということになるわけです。ここが重要なんですよね。つまりカインは救世主、救世主はカインである、それはわかるが、しかしカインというのは弟を殺したカインである。まあ、はっきり言えば極めて罪の重いカインということになるわけですよね。となると、そのカシノの戦いを書いたのは誰かということになるわけです。皆さんも少し考えてみてください。誰がカシノの戦いの絵を書いたかということなんです。もちろんミケランジェロはそれを知る由もありませんでした。そういう事実は今から500年前にはありえない考え方だったんですね。まあ、ありえない、まあ、ごく最近でもありえないと思いますよ。皆さんも驚かれると思うぐらいありえない考え方なんですよね。つまり真っ向から私たちが知っているイエス・キリストの存在そのものがですね、どこかへ吹き飛んでしまうような内容だということですが、同時に弟を殺したカインということになりますから、一体どういうことなんだということになるわけですよね。どうしてそんなカインが救世主なのかってことになるわけですよね。で、考えていただきたいのは、繰り返して言いますけども、じゃあカシノの戦いの絵を描いたのは誰かということになるわけです。つまりその絵を描けるのはカイン自身でしかないということになってくるわけです。この意味が分かっていただけるかどうかということが、このビデオダイアリーの基本的な、まあ、部分ということになるわけですけどもね。いいですか。キリストは聖書でいうところのあの弟を殺した罪悪、極めて大きな罪を犯したカインなんですよと書いてあるわけです。じゃあその絵は誰が描いたかということなんです。それを突き詰めて結論を先に言えばですね、つまりそういうことを告白できる神というのは実はカイン自身だということになるわけですよね。他の神では書けないんです。まあ、はっきり言えば神々の世界に混乱を招くような告げ口ということになりますからね。例えば他にも神がいたとして、その他の神が、皆さんが知っている救世主というのは聖書でいうところのあのカインのことなんだよというようなことをですね、書ける神っていうのはいないわけです。人間の立場で考えてもいないわけです。そんなことを逆に別の神が書いたとしたら、人間自身の在り方そのものをですね、つまりは2階に上がった人間のね、はしごを外すようなことになってしまうわけです。それはできないわけです。例えばどんな、もっともっと危険な例でね、人間世界のことを考えてみるとですね、例えば何かの罪を起こした人がいる、例えば弟を殺した A さんなら A さんがいる、そして何千年も経ってから、あれは500年でもいいわけですけども、どこどこのあの人を殺したのは兄の A さんですよ、 A さんが弟を殺した何々ですよというようなことはですね、言えないですね。身内であればなおさらということになるわけですけども、要するにごちゃごちゃ話してますけども、結論的に言えばですね、キリストは聖書でいうところのカインですというような文言をですね、一文字の形でメッセージとして私たち人間に書き残すことができたのは誰かということなんです。つまりカイン自身、あるいはカインを置いて他にはいないということになるわけです。そこで二つ重要な意味がありますよね。一つはその救世主というのは聖書でいうところのカインですという意味とですね、でもう一つはその絵を描いたのもカインだということになるわけです。つまりカイン・キリストという、まあこれは別のもう一つの結論ということになりますけども、カイン・キリスト、私はカイン・キリストというふうに、まあ、読むようにしてますけども、カイン・キリストは同時に芸術家であったということなんです。
そして鹿島の絵の戦いに出ている全く同じ人物の顔がですね、ダ・ヴィンチも描いているわけです。そしてミケランジェロはですね、その鹿島の戦いの右足に花冠をかぶっている、まあ、その群像の中の王であることを示しているわけですけども、その人物がですね、つまりはシャマーシュであるということも分かってきたわけですよね。それは別の絵の方向、いわゆるアゴスチーノ・ヴェネチアーノという、ね、画家がいたわけですけども、そのアゴスチーノ・ヴェネチアーノがですね、1502という、まあ、隠し文字の書いた、つまりは絵を描き残しているわけです。おそらくアゴスチーノ・ヴェネチアーノもその数字一文字には気がつかなかったと思われます。15はイナンナ、02反対に読んで20はシャマーシュの神聖数。そのアゴスチーノ・ヴェネチアーノの絵の中に書いてある右にいる人物の顔と、ミケランジェロ・ブラノチーノを描いた鹿島の戦いの中の右端に描いている人物の顔が一致しているわけです。なおかつもう一度鹿島の戦いを見ていただきたいんですけども、775027と書いてありますけども、その左上にイナンナ・マリアが書いてあるんですけども、そこにそのイナンナ・マリアを15と読むとですね、まあその中には1502という数字がそのまま出てくるわけですよね。要するにそこに書かれている人物の姿、酷似しているというレベルを超えて同じです。まあ、ごちゃごちゃしていますけども、要するにミケランジェロが描いたその鹿島の戦いの絵の中のイエスと、まあ、花冠をかぶっているイエスとですね、今度はシャマーシュとつながっていくわけです。02というのは20ですからね。20というのはメソポタミアの神聖数ではシャマーシュ、すなわち打つを意味するわけです。イナンナが妹、打つシャマーシュがその兄ということになります、などなどというふうにつなげていくとですね、どうやらと言いますか、ほとんど間違いないと思いますけども、そのウツシャマーシュですよねということまで知っていたのは誰かということになってきますけども、そうした神々の極めて奥深いところになる系図というものがですね、を知ることができたのは誰かというと、 神を置いて他にいないわけです。つまりシャマーシュがイエスだったということを、カシノの戦いの絵を通してですね、私たち人間にそうしたメッセージを残したということになるわけです。まあ、今日のそのこの今ご覧になっている動画について言えば、その部分はこの動画の中で触れていませんけれども、話を戻しますね。要するにそうした事実というのは2012年以後の私林博士が発見したわけです。それまで誰も気がつかなかったわけですよね。別に一番正しく言ってるわけじゃありませんよ。2012年以前には誰も知らなかったということを強調したいがために、私はそうした事実を皆さんにお伝えしています。ここは誤解しなさないでくださいよ。となるとですね、またまたということになるわけですけども、そうした事実を知れた人のみがですね、こうした絵を描いたということになるわけです。まあ、一つにはですね、先ほどのことをもう一度繰り返しますとね、それほどまでに重大な告白をですね、できた人物は誰かというと、カインを置いて他にはないわけです。同時にそれはカイン自身の罪深い気持ちを私たち人間に告白したということになるわけです。皆さん、私はキリストですけども、そのキリストというのはね、弟を殺したアベルなんですよ。弟、ごめんなさい、弟のアベルを殺したカインなんですよ、つまり私なんですよということを、まあ、その絵を通して、カシノの戦いの絵を通してですね、カイン自身が自らの罪を告白したということですよね。ここが重要です。キリスト、つまり人間の救済主、救済者というのはですね、大変罪の重い神なんですよということを、私たち人間に告白したということなんですよね。その意味はどういうことかというとですね、つまりですね、私の恩師の田丸健二先生はですね、いつも口癖のように心のポケットという言葉を使っておられました。心のポケットです。つまり人はですね、何か苦しいこと、悲しいこと、辛いことを経験してポケットを作っていくんですよという意味なんですね。そしてそのポケットは、まあ、私たちのそういうことを経験することによって私たちの心の中にできるわけですけども、そのポケットができるたびに同時に同じような苦しみ、悲しみ、辛い思いを
をなさった人たちの苦しみや悲しみが分かるようになるということです。簡単に言えばですね、自分自身が大病して、重い重い病気をしてですね、死ぬの生きるのという、そういう生死の間をさまよった人のみがですね、のみと言っていいでしょうね、他人の同じように大病を患って苦しんで悲しんで辛い思いをなさっている方たちの心というものが理解できるようになるわけです。それを心のポケット論というわけですよね。で、田丸健二先生はですね、いつもそう言っておられました。いろんな経験することによってね、私たちは心の中に心のポケットを作ることができるんですよ、というような言い方でね、1970年からずっと、もう50年近く使って、交際させていただいたわけですけども、去年ね、2020年の7月に亡くなられましたけども、そういう方なんですね。その心のポケットです。そのポケットの心が数多ければ多いほど、また深ければ深いほど、他人の心の悩みや苦しみ、悲しみ、辛さというものが理解できる人になるというわけです。もちろん中にはね、おほほあははと暮らして、何の苦労もせず、好き勝手なことをやって、恵まれた人といえば恵まれた人なんですけども、そういう人にはですね、心のポケットなどというものはできない、イコール他人の苦しみや悲しみ、辛さというものは理解できないということになるわけですよね。心のポケットというのはそういうものだということです。で、カインの話に戻ります。カインは弟を殺したわけです。もうそれ以上の罪がないと言われるほど重い罪だったと思います。弟殺し、しかもですね、嫉妬に駆られて弟を騙して野原へ連れて行って、そして弟を殺しているわけです。その結果、ちょっと余談ですけども、カインは顔を落とされます。その落とすという意味に解釈が、様々な解釈がありますけども、私林博士はいわゆるのっぺらぼうにされたというふうに考えています。それが顔につけられたマークということになるわけですね。by 林博士説です。で、ああいったそのアラブの国においてはですね、現代に今でもそうですけども、ひげのない人間、頭の毛もない人間というのはもう目立って仕方ないわけですよね。特にひげのない男というのは男として認められないというような風潮がですね、今でも残っていますね。いいんですけども、要するにそういう世界にあって顔を落とされるということはですね、誰が見てもカインだと分かる顔にされたということです。つまりそのような形で、その上の神はですね、カインを守ったということになるわけですけどもね、カインに手出した者は7回の復讐を受けるぞという感じで、カインを守ったわけですけども、要するにそうしてカインというのが現在救世主になっているということです。さて、そのカインの立場でものを考えていただきたいんですけども、私たちはですね、表面的な、あるいは表層的な理解力でもってですね、カインというのは弟を殺したとんでもない人間であるというふうに考えがちですけども、つまりはそれほどまでに深い罪を背負ったカインであるがゆえに、ここが重要ですよ、それほどまでに深い罪を負ったカインであるがゆえにですね、そのカインはですね、それを懺悔し懺悔し、苦しみ苦しみ、悩み悩み悩んで、そしてさらに懺悔に懺悔重ねて、そしてその罪というものをですね、つまりは克服した神であるということになるわけです。あるいはその上の神から許された神ということになるわけです。それゆえにカインという神はですね、底知れぬ深い深い、さらに深い心のポケットを手にしたということになるのではないでしょうか。そしてその心のポケットはですね、広く広く、どこまでも広く、そして深いということになります。だからこそ、裏を返して言うとですね、つまりは人間の救世主として、つまりふさわしい神ということにもなるわけです。話はぐんとね、もう少し卑怯な例な話になりますけども、イギリスの教育格言にですね、こんなのがあるんですね。船の乗り方は、ナンパしたことにある人に聞け。ナンパということは遭難の方ですよ。いいですか？船の乗り方は、ナンパしたことに
このことのある人に、ことがある人に聞けっていうことなんですよね。つまり、うまくね、後悔して何もそういう問題がなく後悔した人からですね、船の乗り方を聞いても何にも役に立たないということですね。が、しかし、船を、操縦しててですね、そして難破、大変な苦労した、もう死ぬの生きるのという間を行ったり来たりした、そういう船乗りであるならば、いわゆる教えを請うに値する船乗りということになるわけです。つまり、そういう人に船の乗り方を聞きなさいよということを教えているわけです。ともすれば、私たち現代人はですね、成功者と言われる人たちだけの話を聞いて、それを何とか自分に方に取り入れて真似して同じように成功したいというふうに考えがちですけども、実はそういう成功者の話というのは何にも役に立たないんですよね。昔私の近所にいましたね。小銭金も、金の亡者のような男でね。そして時々我が家やってきては、私の家へね、上がり込んでは自慢話ですよ。林さん、今日はね、私20万儲けましたよ。当時のことですからね、大金ですよ。そしてまたある日やってきて、そろそろ私の貯金も1億になるかなってのことまで言ってましたね。大ぶら吹きの大嘘つきだったということは後になって分かったんですけども、要するにそういう人たちが来て、そして我が家って言いますかね、実家のような貧乏家庭やってきて、そしてそういう話をして得意になって帰るわけです。母はね、その人が来て帰るたびに私にこう言いました。ひろし、塩持ってこいって。私はね、塩を持って母に渡すと、それを玄関先にパッと撒いてましたけどもね、そういう話もあります。そういう人の話というのは何にも役に立たない。が、しかし、その一方でね、苦労したり辛い思いをしたり貧乏したり、こうしてそうした経験を通り抜けた人の話というのは本当に役に立ちますね。つまり、船の乗り方は難破したことのある人に聞けということなんですね。それは話ぐんと戻しますと、つまりはですね、私たちが救世主、救済者と呼ぶにふさわしい方はですね、つまりはそういう方だということです。何の苦労もなくね、おほおほほとね、天上の楽園に住んで、御殿に住んでね、何にも人の苦労も知らないし、それはそれで美徳なのかもしれませんけども、そういう世界で住んできた神に対してね、つまりはパンパンと手をたたいて拝んで、そして何々の希望を叶えてくださいという、その神では、つまり私たちの救済主にはなり得ないわけです。つまり、私たちの救済主という時の、その救済主というのはですね、つまりは奥知れぬ、なんて言いますかね、深い心のポケット、広い心のポケットを持った人ということになるわけです。だからこそカインは救世主ということになりうるわけです。だからこそカインは自ら自分の罪を人間の、はっきり言えば人間ごときの私たちに、それを告白して、そして自らの、つまりは正体って言いますかね、正体って言い方も少し語弊がありますから、アイデンティティをですね、私たちに示したということになるのではないでしょうか。と同時に、繰り返しになりますけども、それほどまでの重大事を絵画として775027と書いてですね、私たち人間に告白できた、もっとはっきり言えばそうした絵を描いて私たちに示すことができたのは、つまりはカイン自身を置いて他にいないということになるのではないでしょうか。と同時に、そのことはですね、つまり私たちが今ミケランジェロは操り人形だった、ダ・ヴィンチはさらにその、なんて言いますか、ただの操り人形であったイコール、その上にね、もう一人芸術家、最高の芸術家としての神がいた。その神とは誰かということになれば、カシラの戦いの絵が証拠となってですね、つまりはカイン自身であったということになるわけです。
まあ、それについてはあちこちでね、証明してきましたが、つまりそのカイン自身があるときは彫刻を彫り、あるときは絵を描き、そしてあるときは詩を書き、あるときは戯曲を書いて人間を指導してきた、つまり救世主ということになるわけです。そしてカインのアジェンダはマリアとは違ってですね、マザーメアリーとは違って、つまりは思想、思索、そして私たち人間の持っている未来への可能性を信じて、そしてその私たちの魂を鼓舞、奮い立たせるという意味のというやり方でですね、私たち人間の指導に当たってきた、当たっているということになるわけです。それがカインだということです。それがまた神の定義だということになるわけですよね。まあ、そういう視点で考えていただくとですね、現在私たちが例えば今日はですね、モナリザの絵の背景に火星の神ネルガルの3匹のペットが描かれていたということなんですね。それは右下には犬、左下には蛇、右上にはサソリ、バイ林広志発見ですけども、要するにそれがあったということなんですけども、そのモナリザの絵もですね、結局はカイン・キリストが描いたということになるわけです。さらに今日ね、立花さんという方からですね、朝起きましたら掲示板の方に書き込みがありました。そして立花さんがおっしゃるにはですね、ヤング・モナリザ、アイル・ワースのモナリザの絵の背景にもどうやらその3匹のペットが描かれているらしいということで、今日第1作目を皆さんにお届けしました。どうやらヤング・モナリザの、まあ、蛇と、ね、犬は確認できました。となるとサソリもいるはずですよね。ということで、まあ、サソリを今日探してみたんですけども、サソリについては確定的なことは言えない、その一歩手前で、まあ、その一応ギブアップということになりましたけども、まあ、どこかに隠されていても全くおかしくないということになるわけですけどもね。そうした絵もですね、結局はカイン・キリストが私たち人間に残したメッセージということになるわけです。まあ、ついでですけども、イエスは誰かということになりますけども、イエス、シャマーシエスはあの十字架にかけられる前にマザー・メアリーと、それからバプティストのヨハネと裏切り者のユダ、3人によって殺されてますから、十字架にかけられたのは替え玉の哀れな男ということになるわけですね。はい。まあ、そのイエスに大変よく似た人物が十字架にかけられて処刑されたということです。となりますと、イエスという方はですね、もう現在は存在していないということになるわけですが、しかしそのイエスの代役としてエア延期プロメテウスの息子のマルドックが現在のこの地球をの支配して、まあ、一応地球を支配し、地球の王であり、そして人間の指導に当たっているということになります。まあ、そこから先の話、つまり、カイン・キリストと、ま、マルドク・イエスですね、マルドク・イエスとカイン・キリスト、いわゆるイエス・キリスト2人説とつながっていきます。根拠がないわけじゃありません。2014年に現在のフランシス教皇がですね、公式ミサの中でこう言っています。つまりですね、ヘイレル、つまりエア・エンケ・プロメテス、またの名をルシファーというんですけども、そのヘイレルを指して、イエスはあなた様の息子である、これ大変な意味を持つ言葉なんですよ。イエスはあなた様の息子である、もっと言えばですね、イエスはエア・エンケ・プロメテス、またの名をルシファーの息子であると公言してしまったわけですね。これはまさに事実です。私が調べてきた内容とピタリと一致します。つまりエア・エンケ・プロメテス、またの名をルシファーの息子はマルドックです。ですから教皇はですね、フランシス教皇はですね、マルドックを現在のイエスとして位置づけているということをですね、2014年の公式ミサの中で、まあ、認めてしまったということになるわけです。というような証拠もあります。他にもいろいろあります。ともかくも現在はですね、マルドック、イエスとカイン、キリスト、まあ、マルドク自身は自らをイエスと語った例は今のところまだ全く出てきてません。ですから、マルドクの方が上ですからね、シャマーシュよりも、ある意味でね。ですからマルドクにしてみれば私はイエスだなんて語ることはないと思いますけども、しかし私たちがイエス・キリスト二人説イコールその中のイエス・キリストは誰かというと、要するにマルドクと
会員ということになるわけです。まあ、会員もですね、その頭の戦いを除いて、救世主は私、聖書でいうところの会員ですよということを告白していますけども、ことマルドクに関してはそうした記述は一切ありません。しかし実質的に、つまりイエスとキリスト、この二人がですね、この私たちの人間の救世主かつ指導者として、この地球、私体験、この私が住んでいるこの世界のことをですね、冥界、つまり神々の世界から見ればアンダーグラウンド、つまり地獄ということになるわけですけども、ここも誤解しないでくださいね。なんかね、アンダーグラウンドと言いますと皆さん地下世界を想像なさるみたいですけども、この人間世界そのものが神々の世界から見れば冥界、地獄なんですよ。私たちは今地獄に住んでるんですよね。え、地獄よいとこ一度はおいで、酒はうまいし姉ちゃんはきれいだっていうのは、これは歌ですけどもね、その天国地獄という時には、神々の世界を天国と言い、私たちが住んでるこの地上界、この大気圏内のね、薄っぺらい卵の内側の膜ほどしもしかないような地球の膜の中にはびこって生きている人間だということです。まあ、神々から見れば地獄でしょうね。はい、まあ、まさにどこにね、はいっていうところで、まあ、地獄ですから、この世界に入ってきたイナンナのことをですね、イナンナの冥界下り、ディーセントって言われますね。ディーセントってのは降りてくるって意味ですけどもね、まあ、要するに私が住んでいるこの世界が冥界地獄だということになるわけです。まあ、話はちょっと横それましたけども、この冥界、私たちが住んでいる地獄、大体人間がね、出来損ないの人間ですからね、もともとはその出来損ないな人間が地獄に住んでるから、大体まあまあ、ろくでもない世界でろくでもない生き物ですからね、まあどうしようもないんですけどもね、私たちはね、その中でも懸命にね、まあ生きてる人も多いわけですよね。そうですね、私あなたは懸命にそれでいても私たちは頑張ってね、生きているわけですけども、まあ要するにその世界の指導者がですね、マルドクイエスと、そしてカインキリストということになるわけです。というようなことをですね、まあ、どこかで理解しながら、私の一連の動画をですね、ご覧いただくとですね、なおかつっていうかほしいですね、さらによく、よく私の説の内容、および正しさを理解していただけると思います。ということでですね、今日は神の定義の人として、キリストというのは聖書でいうところのカインですということだけでもね、覚えておいていただいてですね、そして関連動画をですね、ご覧いただければ嬉しいですということですね。まあ、ちょうど一番下に出てる一番右にいるのが顔を落とされたカインキリストです。その顔に、頭の毛つけてひげつけたのが左の、私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチということになるわけです。ただし目はですね、マルドックの目を使ってます。マルドックは左目向かって、右の目がですね、まあ、失明していたということになるわけですね。片目のマルドックという説、バイ林博士へとつながっていきます。ということで今日のビデオダーリーこれで終わります。それではさようなら、バイ。